アイテム番号 SCP-121JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。 SCP-121JP は汚染された情報です。イベント121を発生させない情報伝達手段が確立されるまでは、別途資料 121B14 に記載された内容を除くすべての情報に関して、第1級慣行令が敷かれます。財団職員は SCP-121JP に関する情報のすべてをレベル5、記入者以外閲覧不可、とし、保管は記入者以外のアクセスを拒めるようにしなければなりません。また担当保安員は、現地で異常リスクを避けつつ他保安員と連携を取るための訓練を受け、それを遵守しなければなりません。任務を解かれた職員は、記憶処置により SCP-121JP1 に関する記憶を消去します。エリア、81、121は外部からその様相が想像できないように完全な偽装を施し、また完全な欺瞞情報を載せた看板で先入観を与えてください。接近する一般人は私有地を理由に退け、なお侵入を試みる者は拘束。尋問の高記憶処置を施します。以上の手順に失敗したとき、必ず1名以上の人材と特別資産の喪失につながります。イベント、121の対象者は、調査研究のため冷凍保管室に収容してください。内部は常にカメラで監視され、異常があった場合は研究主任に報告されます。説明。SCP-121JP は、SCP-121JP1 に関連する情報の伝達に際して発生する異常現象です。SCP-121JP1 は、現在エリア、81、121に指定される、編集済み、の敷地内に、1900年以前から存在するすべての物体です。異常特性を持つ個体の判別は異常現象を発生させる以外に不明であるため、すべての該当する個体が指定されます。この年以降に持ち込まれた物体に異常特性は伝染しません。SCP-121JP1 の外観、状態、機能、所在地などを判別できる情報が、人間から人間へと伝達されたとき、以下に記すイベント、121変化と消失の双方が発生します。イベントの発生には情報の受信者が理解する必要があり、知的生物以外では見られないと考えられています。情報伝達手段は問われないようであり、これまでに音声、写真、映像、文章、絵画、ジェスチャーによってイベントの発生が確認されました。イベント、121変化。情報の発信者に生じる不可逆の身体的変化です。情報の伝達後、即座に対象は単一の海洋生物で構成された人型の像へと変化します。海洋生物は大西洋日進やタコといった基地の魚介類であり、すべてのケースで真新しく見えます。変化後の意思疎通は確認されていませんが、一般の魚類同様に腐敗が進行するため、対象者はすでに死亡していると見られます。なお、情報の発信者がすでに死亡している場合はこのイベントは発生しません。イベント、121消失。情報伝達の対象となった SCP-121JP1 の消失です。対象はその規模に関わらず急速に劣化と崩壊を引き起こし、その後残骸が72時間以内に完全に消失します。このイベント発生後、対象となった SCP-121JP1 に関する情報共有が、再度イベント、121を誘発することはありません。イベント、121。変化で発生した人型の像に関して、保管先の冷凍庫内で動いたとする報告があります。しかし監視カメラはその挙動を確認できず、現在まで立証はなされていません。追記、2000年、月、日、冷凍室壁面に判読不明の文字、図形、が記されていました。監視カメラに不審な動きは見られず、原因は不明のままです。エリア、81、
1218-1900 年、正体不明の一団に殺害された、市の所有地でした。これ以前に特筆すべき報告はなく、SCP-121-JP の発生とこの事件に何らかの関係があると見られています。事件後、イベント、121により村民と駐在していた警察官が全滅し、連絡の取れなくなったために警察によるさらなる調査隊の派遣が行われました。しかし超常的存在に対し未熟だった警察は、わずかな生存者以外の隊員すべてを失います。その後事件は関係者と一部の上層部により黙殺されたため、後に設立された財団日本支部が把握できたのは高度経済成長期後のことになります。現在、当時の警察官が残した手記と財団による調査により、SCP-121-JP に関する多くの情報が収集されています。ですが、財団職員の意見交換にはイベント、121変化と消失が懸念されるため、SCP-121-JP の原因や事件の真相などは未だ個人の推論にとどまっています。資料、概要、2011、11、13、エリア、81、121外を定期巡回中の保安員が、SCP-121-JP1 と見られる個体と遭遇しました。当該個体は敵対的であり、複数の異常現象を引き起こしつつ研究員の宿泊施設まで進行し、保安チームはこれを食い止めることができませんでした。その後、保安チームの1名が意図的にイベント、121変化と消失を誘発し、当該個体の撃退を図りました。記録抜粋。富山保安員、イベントを発生させた保安員、がアロワナに変化。研究員宿泊施設前の道路に倒れている。東研究員と、島田保安員の2名が到着する。富山さんが変化しました。当該個体は消え失せ。しかしここはお菓子でもいかですか？落ち着け。大変なまさかり。これが例の奇妙な灰。わかった。入り口の方から行こう。俺は頭を離して警戒。わからないのか？わからないのか、わからないのか。わかった。向かう。待て。あの染みて美味しい。染みて美味しい。血の板の、口元に手を当て、喋るな、のサイン。おろん。島田保安員が、アロワナの頭を持ちます。東研究員は、そのまま動作が静止しました。顔に苦悶の表情を浮かべ、汗をかいています。ブル、んがぐん、おろ、おろ、寝て無理、くない、いき、た、ひーのる、い、い、出るな、す、ブルブ、すしーき、ち、すな、け、すな、おろろろろろろ、SCP-121-JP 情報規制。東研究員が越前クラゲに変化。島田保安員は、漁師や共に放置して一度現場から離脱します。以下は、すでに喪失した SCP-121-JP1 に関する物品の一覧です。これらに関する情報交換は許可されます。ただし、この一覧がこれ以上追加されることは、有用な人材とオブジェクトの喪失を招くためにも避けられるべきです。絵画2枚、食器棚、メモ、柿3章、味仙錠の皿4枚、フォーク6本、スプーン2本、割れたマグカップ一つ、カビたソファ一つ、テーブルの上の器、中身不明、浴室、階段、書斎ドア、書物17冊、成人男性の人骨一体分、地下室、離れの屋敷、石灯籠二つ、錆びたナイフ一本、半透明の黄色がかったゼリー状の物体、推定10リットル、装飾の施された杖、未知の言語で記された地図、地球の大陸とは一致していない。破損した和太鼓、笛、推定年齢90歳以上の女性、存命、血痕の付着したエプロン。発見されたメモの一部。記載内容には SCP-121-JP1 に関連する情報が記されていますが、このメモのみ閲覧してもイベント、121消失は発生しません。原本は調査研究を目的に保存され、直接の閲覧は研究主任の許可が必要です。ただし以下の情報閲覧は自由です。発見日時、年、
月、日、発見場所、内容、あの忌々しい怪物どもをこの世に解き放ったのは私の責任である。神も仏もこの所業は許さず、洗い流すことさえしてはくれまい。しかし、たとえこの世すべての神聖なる存在を巻き添えにしてでも、私はあの者どもを打倒する覚悟がある。解読不能。友人さえ巻き込んだこの事件に終止符を打つのだ。ここに誓う。この魂果てるまで、ここに押し込めてみせると。阻止、解読不能。この最悪を滅ぼす者を呼び込む。やり遂げねばならない。私の名は、以下未解読。